皆さんこんにちは、ワンダリグリビジです。では今回は対抗立志伝5明智光秀プレイの続きをやっていきたいと思います。まずね、ちょっと体力が1になってますんで、これを自宅で回復していきましょう。そこからですね。で今回は今中小流に入って秘技を学んでいるところなんですけども、あの後実は少し秘技の伝授を進めてまして、次の道場で、入門していこうかなというふうに思っています。じゃあまずは表情をこなしちゃいましょう。できるだけ稼げるところで稼いでおきたいんで、ここはねしっかりと意見をして、ちょっとでも多く昇進のチャンスを伺っていきましょう。というわけで内政になったので軍資金調達、これでいきましょう。では早速ですね、軍資金の調達をして道さんに報告をしたいんですが、まだちょっと体力がマックスになってないので、一度自宅で寝てから京都に行きます。おっと、信長が道さんのところに会いに来たというイベントですね。まだ大河ドラマ麒麟が来るではそこまで進んでないですけど、きっと麒麟が来るでもね、このエピソードは大々的にやられるんじゃないかなと思うんで、すごく楽しみなんですけど、コロナウイルスの影響でね、大河ドラマの撮影もちょっと遅れてるようなニュースを、見たのでね、ちょっと心配ですね。さて、では休養して、もうすでに大港で仕入れられる紅花は手元に持ってますので、この状態で京都にそのまま行っちゃいましょう。で今回は出たよ山賊、ちょっとこの山賊はじゃあ倒しちゃいますね。で今回はですね、吉岡道場にズバリ入ろうかなと。京都にね、道場を構える吉岡道場に入って、そこでまた新しい必殺技を勉強していこうかなというふうに思ってます。中上流の方では少し秘技を、先に進めてまして、今だと絶妙剣というね飛び道具手に入れてるので、それらをうまく使ってですね、吉岡道場に潜り込めればいいかなというふうに思ってます。さあどういう動きする、やばい、危ない、切られるかと思った。何、怒り狂ってるな。ただここで切って捨てればいい。よし、ではその必殺技を、おお、絶妙剣が打てない。ちょっと場所がはまってなかったですね。よし、切って捨てた。というわけでまず今日の街に行きます。で今日に入ったらまずは座に行って売りさばきましょう、交易金を。でこのあと吉岡道場に一応ね入れてくださいっていうものの、きっといやわけのわからんやつはやだよと言われると思うので、まずは手合わせを願いましょう。ここでね、手合わせで結構苦戦するんですよね。で、秘技の伝授と違って、手合わせは負けると体力がなくなるんで、ちょっと出直してこなきゃいけなくなるって、よっと!いきなり切られた。危ない。かわしてくれたな。お互いに見合っている。まずい、切られる、ぐはっ、つーえ、
仕返しの一発をぶち込みたいんだが、もらった。ここからはヒーだ。絶妙剣食らわせてやろう。我がヒー中上流。もう中上流は必要ないからね。これからは吉岡流に染まりましょう。切って捨てた。でまだまだこれだと話にならないので、病気の治癒30巻 OK だ。薬も買っとこう。まあ3個ほど買っとけばいいかな。であとはですね、まあ、せっかく、ここに来ているので今日にいくつか物品も買っておく。国友は持ってるでしょ。金塊、財宝、ひなわ、文芸、茶入れ、茶入れを買っておこうかな。あ、交渉しなくてよかった。あとは具足、剣、刀なんかも欲しかったんですけどね。ちょっと価値1だと話にならないからな。一旦これくらいにして再び吉岡道場に行きましょう。入門は無理だと思うんですが、一応入門ダメだよね。断られるので手合わせ。はい、よし、よし、よし。ねえ、できたので、どうも。はい、待ってね。あ、よかった。ラビルスに止まった。あ、来た、来た、来た。あ、来た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 、よし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 、お、やった。手合わせに負け続けたけど、入れてもらえたね。中上流の奥義はもう必要ない。吉岡流の門下、吉岡道場の門下生になりましたね。これでじゃあ、吉岡道場の秘技を早速教えてもらおう。今までの私とは違う。何？これは終わらないパターンだぞ。ちょっともう一度距離を取ってしっかり戦おう。防御してきた？ちょっと意外だったな。まずい。よく逃げた。ありがたい。危なかった。ここで連続斬り。お互いにあと一太刀だな。もらったと言いたかったのにサンタやられた。つーえ、まあ、ただ秘技の伝授は体力が削られないので何度でも挑戦できる。これがね、手合わせだとねガチ体力が減るのでちょっとどうしようもないんですけどね。ここでヒギ使ってくるか。早いな。届かないよね。よし、これでお互いにあと一太刀ずつ浴びたら終わりだぞ。もらった。さて、ヒーよ。猫魂。敵一人の気合を減らすですね。さあ、ではこれで今月はもうヒーは襲われないので、そうだな、酒場でも行って。お、よったら本人がいるな。語り合おう。金パクられそうだな。大丈夫か。まあ、中上流は知ってるよ。だって今まで中上流にいたからね。
で、金を持ってかれないかどうかが心配だな。なんか宮本武蔵っぽい風情をしてるけど。どうしようかな。用心棒とかいらないしな。仕事も必要ない。誰だお前は。五兵衛。五兵衛に用はない。じゃあどうしようかな。一旦今日から堺に移って、堺で体力回復しておきましょう。なんで体力回復するかというと、実は6月になると天覧試合があるんですよね。ああ、ちょうど天覧試合のイベントの話ですね。天覧試合があるので御所に移動します。何？ヤギ胸のり。うん、胸よし。これは強そうだな。天覧試合で自分の腕を試す。まずは向かってきてくれないと話にならないからね。よし、もらった。切り落とし。月影、死ななければ勝てる。よし、柳生宗悦を撃破したとなれば、これ優勝が見てきたね。準決勝、僕伝か。パワー58しかない。この状態で勝つのか。まずはどんなに距離があっても、これだけあれば最初に止血できる。で、距離を縮めてくると思うので、そっから仕切り直しだ。技を打たれるときついけどね。ああ、打ってきたよ。神妙拳、飛び道具ですね。食らうな。まずい、切られる。ヒヤッとしたね。距離がありすぎるな。打てない。向こうもただ神妙拳は打てないやつだ。まずい、切られる。いやー、やられた。強い僕伝、ここまでだな。まあでもね、絢爛試合でここまで勝ち進めばね、頑張った方かなとは思いますが、いやー、やりますね。じゃあ体力ないので帰りましょう。で、自宅で寝る。で、この後は表情にまたね、参加したいと思うんですが、まだちょっと日数あるので、せっかく信長が美濃までやってきてるので、ちょっとこちらも美濃から使者というわけじゃないですけど、信長に会いに行ってみようという話をしてるところで、賊だな。じゃあちょっとこの賊との戦いはパーッと進めちゃいます。
はい、では信長のところに行きます。白。さあ信長いるか。お、いるな。さて信長の趣味嗜好何だったかな。ちょっとわからないけど、まず贈り物だな。と言っても信長げ北の夏しかない。北の夏は無理だ。じゃあ得意のわびさび外交。なんかダメそう。ダメだった。ダメだった。しょうがないな。じゃあせっかくなんで、そうだな、まだ秀吉はいない。いないね。勝家の家でも行きますか。茶席。いや勝家も微妙だな。利家は、利家もそんな茶なんてたしなみなさそう。お、大丈夫だな。かなり喜んでくれた。利家は聞いたね。村井定勝、京都奉行になってますからね、後に。佐久間森重。いや気に入らなかったね。他めぼしい家臣いる。八谷、前の長安。前の長安ぐらいにはじゃあ茶を振る舞っておこうか。さてこんなところですかね。あとは信勝勝家、この辺りは置いておいて。あ、やばい、間に合うか。あー大丈夫そうだね。5日以内だったら大丈夫。これ表情に遅れるとせっかく貯めたこの勲功が全て下がるからね。うん、表情の前にもし伝えたい義がある。はい、何でしょうか。わしは引退して家督を義達に譲ろうかと思うが皆どうか。おお、義達が斎藤家の当主になるということですね。この家督の譲る譲らないっていうのを義達が拒否する理由もちょっとよくわかんないけどね。なんか怪しいお家騒動の雰囲気が漂ってきましたけど、さてでは前回の結果を確認しつつ、今回は何、藤田伝吾が足軽大将に昇進か。やるな。じゃあ内政を提案して、よしこれで50稼いだぞ。じゃあその上で、まあ、治安向上でもやっておきますか。はい、では治安の向上を行っちゃいましょう。はい、説法、特性流 OK だ。これは急いで殿に報告だ。113、いいね。これで昇進できるんじゃないか、次の表情でね。というところで、じゃあね、今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。